はい、シーズンよりエピソード56ということで、今回紹介するデッキは最新型の青黒ハンデスになります。デッキ制作者はキリさん。で、戦績は熊本 CS 優勝です。というわけでこのデッキ、拷問ロストマインドの値段が上がる一つの要因となったデッキなんですが、このデッキの強みは二通りの攻め方がある点ですね。まず一つは従来の青黒ハンデスと一緒で、ボルグサンダーを連打することによって相手の山札を切らすっていう戦法。で、もう一つがデッドゾーン使ってビートしていくっていう戦法ですね。で、このデッキはデッドゾーンで殴り勝ちに行くことの方が多いです。まあ、比率で言うと1対4ぐらいでデッドゾーン殴り勝ちます。というわけで最終的に基本ビートで勝ち目指すもんだと思ってください。というわけでまあ、早速構築解説していきましょう。まず最初、特攻ジェニーが2枚とボルギースが2枚。初動ハンデス枠になってきます。で、このデッキ、長次元見ればわかると思うんですけど、シャチホコカイザーが入ってないんですね。じゃあ、墓地から蘇生させるやつがいないってことは、特攻人形ジェニーいらなくねって思う方結構いると思うんですよ。だって、クリーチャーのスペックで見てもボルギースの方が高いし、ハンデスしたかったらジェニコ使えばいいし、で、どの道両方リバイブホールで回収効くから、それなら汎用性あるボルギースの方をいっぱい入れればいいんじゃないのってのが普通だと思うんですよね。ただこのデッキ、勝ちルートの大半がビートして殴り勝ちに行くことになってるので、2コストパワー1000でバトルゾーンに残せる特攻人形ジェニーは意外と大事なんですよ。この1打点が後々ね、勝ちにつながるか負けにつながるかを分ける境目になったりするので、2コストでバトルゾーンに残せるクリーチャーという意味で特攻人形ジェニーが入ってると思ってください。ただね、ボルギースはボルギースでデッドゾーン乗ったりして結構強いので、もしこれ作る場合は、一旦特攻ジェニーとボルギース2枚ずつ入れた後、後々自分で調整するといいと思います。だからボルギース増やした方がいいだろうって思ったら別にボルギース3とか4にすればいいし、いやこれ特攻ジェニーの方が大事なんじゃないと思ったら3とかにすればいいと思うし、まあ、ただこっちはないから、まあ、ボルギース増やすかどうかだと思います。特攻ジェニーは3以上はなさそうな気は個人的にします。で、次鬼カマス4枚ですね。このデッキのメタカード枠になります。ハンデスの鬼カマスってのは他のデッキに入ってる鬼カマスと性能が全く違います。例えばドギラゴンバスターミラーの鬼カマスとかメメントモリジングで一旦タップさせた後に殴り倒すことができたりするんですけど、ハンデスの鬼カマスってのはそのメメントモリジングだとかその殴り返す用のクリーチャーだとかをハンデスで抜き落としていくので、この鬼カマス対処できなくなるんですよね。なのでハンデスの鬼カマスの強さは半端ないです。で、あとこのデッキの場合最後殴りかかってくるので、その時に鬼カマスのアンタッチャブル効果生きてきます。というわけでこのデッキのコンセプトとマッチしているので4枚。で、次ブレインタッチ4枚ですね。これ確定4枚ですね。特に説明ありません。で、次ポクチンチン2枚ですね。これ主にデスザークに対するメタになってきます。ただまあ555ブランドとかにも間に合えばかなり刺さりますね。で、一応まあ鬼カマスの5、6枚目的な使い方もできるので、バスターとかチェンジズ相手にも強くなれます。で、次セイレンコンチェルト1枚ですね。このデッキのマナ回収枠になってきます。このデッキ見たらわかる通りなんですが、2枚しか入ってないカードが結構多いんですね。ポクチンチンとかロストマインドとか、まあチェンジザディールとか、まあその辺ですね。あとブラックアウトとかもあるんですけど、こういったカードを序盤マナに置いた後、まあ回収したくなっちゃったと。で、そういう時に、まあ普通に山札から引っ張ってこようとしても2枚しか入ってないからなかなか取ってこれないんですよね。で、そういった時にセイレンコンジェルトが結構役に立ったりします。まあ潤滑油的な役割だと思ってください。で、次、ハヤブサ丸1枚、ジャスキルストッパーになってきます。このデッキはブラックアウトがあるので、即死さえ免れれば、カウンターでブラックアウト出してそのまま反撃することができたりするので、このカードは必須。で、次、デモンズライト2枚、ドローソース兼除去札ということで、このカードはまあ環境によっては枚数増やしていいカードだと思ってます。かなり優秀。で、次、ロストマインド2枚ですね。これはまあ以前話したことあると思うんですけど、不利対面のチェンジザダンテを一発で有利対面に書き換える神カードです。とりあえず、チェンジザが環境にいる間はこいつ入れといていいぐらいのレベルだと思ってます。で、次、サイバーダイスベガス4枚ですね。安定4枚です。特に言うことありません。ドロソ兼受け札です。で、次、リバイブホール3枚。まあ、チェンジザ回収できるのかなり大きいので、ミカドホールよりは多分優先度高いです。で、次、デッドゾーン3枚ですね。これはまあ、単純にトリプルブレイカーなので、相手のブロッカーとか除去しながらトリプルブレイク入れれるっていう点でまず優秀ですし、処理のガイルカイザーと組み合わせることによって、マイナス9000するクリーチャーと普通に殴り倒すクリーチャーで2面除去できたりするので、攻守ともにかなり優れたカードです。ちなみにこのデッキ、学校とかが入ってないのでボルグサンダー1回出したら戻す術がないんですよ。で、そういった時に一旦デッドゾーンに進化させた後にガローズホールで戻すっていうプランがあるので、これは一応覚えておいてください。で、次ブラックアウト2枚。これカウンター用のカードになってきます。相手視点まさかハンデスにブラックアウト入ってると思わないので、初見だとすっげー刺さります。でね、こういうことを言うとね、お前が動画出したせいで食らわなくなったじゃないかって思う方結構いると思うんですけど、これブラックアウト入ってるのバレたらバレたで強いんですよ。なんでかっていうと、警戒させれるからですね。ブラックアウト入ってそうだからもう殴れないみたいな。で、そういう時はもうそのままハンデスってやりゃいいので、これはこれで刺さるんですよ。なので、どっちみち強い。で、次、チェンジザ2枚。まあ、このデッキのメインウェポンになってきます。チェンジザプラスリバイブホールで横並びする展開がかなり強いですね。あと、ちなみにサイバーダイスベガスで逆抱き打てるんで、こいつも覚えておいてください。で、次、本日のラッキーナンバー2枚ですね。これはまあ、殴りに行くときに使います。相手のデッキに入ってそうなシールドトリガーのコストを指定して殴ってください。まあ、殴りに行く際はチェンジザアタックするときに打てばいいので、まあ、別に手打ちする必要はないです。で、次、ガローズホール1枚ですね。まあ、ベガス入ってるんで、こいつは入れといてください。で、次、テックダンの破壊後3枚ですね。こいつはもう、色が優秀なんですよ。もう、青黒持ちのシールドトリガーで一番強いのがこれなんで入ってます。
ちなみにデモンズナイトを増やすんだったら僕はテックダウンを1枚抜きます。で最後に一つ採用検討カードとしてスペルサイクリカを挙げておきます。まあこのデッキ墓地から呪文回収するカード1枚も入ってないのでこのデッキに慣れるまでは一旦サイクリカ入れておくと楽だと思います。でまあ慣れたら一旦抜いてみて、まあこれでサイクリカ必要だなと思ったら入れとけばいいし、まあ抜いても大丈夫だなと思ったらそのまま抜いとけばいいと、そういう感じになります。というわけで以上、最新型のアウクロハンデスでした。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。では